ショッピーす。どうも、酒玉さん、ショッピーです。お願いします。ありがとうございます。さあ、というわけで、今週末、12月25日から舞台、母ちゃんにしかわからないことというのに出演させていただくんですけど、今日はちょっと稽古終わりにたまたま残ってた、このお四方に出演していただきます。なんか暇な人たちみたいな、暇なんやけどね。他の人忙しく書いてあったんですけど、せっかくなんでちょっと自己紹介と、舞台のなんか意気込みというか一言いただけたらなと思うんで、はい、ちょっとまず、りょうさんからお願いしますか。僕からですか。はい、お願いします。はい、レイバーミニティメンバーの本木りょうです。今回、工藤正和という役でやらせていただきます。よろしくお願いします。よし。イエイ。顔長いな。いや、マスクしてるよ。でもマジない、マスクしてるから、なんか意気込みみたいなのあるとします。意気込みですか。そうですね、うちのこう、レイヤメ本公演がですね、約2年ぶりにやるということで、はい、で、主演、今回主演の坂本慎一くんがですね、うちのいつもよく出てる準レイヤーみたいな感じなんですけど、そうなんですね、今回もう最前線に立っていろいろやってくれてるんで、はいはい、とても楽しみな公演となっております。はい、ありがとうございます。あざす、あざす、あざす。じゃあ次はういちゃん行っちゃいましょうか。はい、ういましろです。今回2人で夫婦役やってるんですけど、お、夫婦感をどれだけ出せるかっていう難しいからね。そうね、頑張ってます。今のところ全然出てないけどね。ねえ、ねえ、ちょっとずつ慣れて勉強していければなって。ありがとうございます。はい、お願いします。よし、よし。はい、みぞさん、はい、IQ 低め、IQ を高め、八福みぞです。よろしくお願いいたします。はい、今回工藤かな子役をさせていただきまして、なんと3人のお母ちゃん役ということでございますので、奮闘しております。頑張ります。よろしくお願いいたします。はい、というわけで以上でございますけどね。声出てないな。おい、おい、どうした？おかしいだろ。全然声出てないで。カスやん。やばいね。やばいですね。主人公の坂本慎一。主人公の、はい、坂本慎一です。よろしくお願いします。主人公っていうのやめてもらって。主人公感がある、ね。そもそもね、舞台はなんかね、座長とかなんかね、あと主役、主演とか言うじゃないですか。主人公勇者っぽいねってなかなか言わんから、ね、ショッピーが主人公って言うから、そこでみんながなんか主人公って。でもぴったりなんよ。ぴったりなんですよ。主人公っぽいのよ。で、なんて呼ばれたいの。なんてマスター。なんでマスターなの。分かれへんけど。マスター、なんでマスター。リーダー。今意気込みを言うところなんだけど。そうね、意気込みを。そうですね、本当にね、まあ、9人しかね、割と多分ね、舞台では少ないキャスト人数なんですけど、うん、結構やっぱ何なんですか、熱量はやっぱね、9人以上のものをすごく感じてね、うん、そうスタッフさんも含めて、うん、まあ、みんなでね、今のところね、頑張っているので、本番もね、もっともっと頑張っていくんで、ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。イエーイ。そう、最初のちょっとね、たまたまなんですけど、演出の坂本さんがちょっと見てくれてるんで、うん、ちょっと話聞きたいなと思って。いきなり、まあ、まあ、無理だったら全然ちょっとあれですけど、顔長いですか。顔はちょっと丸い方の。坂本さん、ちょっといいですか、一瞬。丸い方の。大丈夫ですか。いいですか。じゃあ。入れます。どどせんねば。サイズがちょっと。じゃあごめんなさい、ここだけ体脂肪率が高くなりますけどね。申し訳ないです。はい。あ、今回演出脚本で入ります、レイバーミキの坂本康弘です。よろしくお願いします。いや、本当に素敵なキャストの皆さんに囲まれて、はい、毎日楽しくやらせていただいておりますが、本当に坂本慎一くん、本当に頑張ってるんで、本当に頑張ってるんで、珍しくね、ちょっとね、いや、嬉しいですね。なんかこういう姿を見に来てほしいなって本当に思います。いや、本当になんかちょっとこう多分自分の中で描いてた通りにこう気持ちが動かなかったりすると、本当初めてくそ悔しいみたいな、何やっぱ主人公じゃんみたいな。間違いない、間違いない。めちゃめちゃ熱い感じですよね。ショッピーっす。あ、ショッピーっす。いや、でもね、本当ショッピーも本当芸人さんと思えないぐらいちゃんとしっかりしてくれました。ありがとうございます。面白い部分もあってね。はい、はい、はい、期待いっぱいです。はい、はい、顔がふざけてるもんね。そう、顔ふざけてる、全然ですよ。全然本当こんなもん。いや、ふざけてるやん。ふざけすぎやん。今日はですね、ちょっと比較的暇なメンバーの。やめろ、やめろ、やめろ。はい、というわけで本番が25日、12月25日から30日で、で福岡でも2月18日から20日までございますので、はい、ぜひぜひお越しいただければと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。以上、ショッピーと愉快な仲間たちでした。イエーイ、お待ちしております。